www.videonews.com。それではパソコン遠隔操作事件について第5回の公判前整理手続きが本日10時から11時まで開かれましたので、その結果についてご報告します。実は、今日の前にですね、9月19日の午後に、継続部の第4刑事部に検察官と弁護人が揃いまして、本日に向けたその三者協議というのを行いました。でそういうことがなされておりましたので、今日は比較的スムーズに進みました。で冒頭ですね、裁判長からこれまでの提出された書面の確認がなされました。で弁護側は9月9日付で犯人性についての認否と、から改めて弁護側の予定主張と、それに基づく類型証拠と主張関連証拠の開示請求を一として行いました。で9月17日にそのような事実についての被害事実ですねについての認否と、それから補充的な証拠開示の請求を行いました。でそれに対して検察官が9月18日付で、あ、ごめんなさい、9月18日にですね、すみません、その世の認否と、それから、検察官の請求証拠に対しての証拠意見というのを提出しました。で検察官がは9月19日に、9月9日までの弁護側の主張に対応した証拠の開示をですね、累計証拠についての開示を行いました。それで、今後のことですけれども、検察官がですね、今月中に9月中に弁護側のその予定主張に対する検察官の反論と、それからそれに関係する証拠の開示についてですね、回答するということが確認されました。それで、裁判長の方からですね、被害事実については弁護側としては、その指令の書き込みについてはその争うという趣旨なのかというふうに聞かれまして、私たちとしてはですね、犯人性の問題だけではなくて、その指令の書き込みのことについて、まだ我々としてはちゃんと検討ができてないというふうに言っておりまして、争う余地があるというふうに言ってたんですけども、争うというふうに言いました。で、この点についてですね、前回の期日で検察官は異口同音にですね、弁護側の主張を再遠隔操作の主張がなされているというふうに繰り返し言いました。でこの再遠隔操作というふうに言ってる意味ですけれども、それはその片山さんのコンピューターからですね、昨年の5人逮捕された4人の人たち、遠隔操作された人たちに指令が出たなされて犯行が実行されたことは間違いないんだけども、その片山さんのコンピューターも犯人によって遠隔操作されてたのかという理解でですね、検察官は盛んに再遠隔操作というふうに主張していたわけです。それでですね、私の方でその検察官は前回その再遠隔操作という言葉をたびたび使ったんだけれども、それは弁護側の主張を全く誤解していると。で弁護側はですね、犯人が自分のコンピューターを使って設楽刑事前への指令を書き込んで、それによって犯行を実行した。で犯人をですね、片山さんに仕立てるためにですね、片山さんのコンピューターを遠隔操作してですね、中を見たりなんかして、それで例えば閲覧履歴なんかの形跡を残す、それからウイルスの痕跡なんかも残すということを行ったことを、私たちは片山さんのコンピューターが遠隔操作されてるんだというふうに言ったわけです。つまり昨年のですね、4人の5人逮捕された人たちが遠隔操作されたのとはわけ違うわけですね、私たちが言ってるのは。でそのことを実際に検察官の主張によってもそうではないかと。でなぜかというと、かねてから言ってきましたように、検察官はすべての起訴状でですね、片山さん犯行日時
のハンコの場所ですね、場所およびその方法についてですね、東京都内またはその周辺において、でそのパソコンはですねインターネットに接続されたコンピュータというふうにしか主張していないわけです。ところが公訴事実の中の1番目の日曜日に行われたものを除いてですね、すべて片山さんが、派遣先で勤務してた時間帯に行われているわけですね。でもし片山さんのコンピューターがその先ほど言ったように遠隔操作されてですね、そこから指令が発せられたとすれば、当然検察官の主張は東京都内またはその周辺ではなくて、東京都の港区の水和山の派遣先の住所から犯行は行われた、それからその行われたコンピューターはですね、派遣先の片山さんが使ってたコンピューターだと特定しなければいけないはずなのに、その証拠がないからこそですね、検察官はそういうふうに主張してるじゃないかというふうに私たちは反論したわけです。それで、平光副部長はですね、その点についてはですね、確かにですね、片山さんのコンピューターがですね、その犯行に使用されたという証拠はないと、検察官もそういう主張はしていないというふうに明言しました。で、よって本件は間接事実の積み重ねによる立証を行っているんだというふうに言われたのです。それで私たちはですね、だったとしたらですね、再遠隔操作なんて言ってるけども、私たちが言ったことの可能性ってあるじゃないか、まさにその通りなんですよ。だけども検察官としては、まあ都合が悪いから盛んに裁判所に再遠隔操作って言ってるんですけど、今のような問題がまあ明らかになったということです。つまり本件ではですね、片山さんのコンピューターにそのウイルスの痕跡が残っていた、あるいは犯人が用いたメール、メッセージやメールに用いられた言葉のですね、閲覧履歴があったということは事実なんですけれども、実際に片山さんのコンピューターを用いて犯行が実行されたという証拠は全くないし、検察官もそういう主張をしないということが明らかになったということです。それからですね、別の問題ですけど、前回問題になったことで今日確認したわけですけど、9月9日付の書面でですね、千葉市の稲毛区の、まあ、インターネットカフェのようなところからですのパソコンを用いて、書き込みがなされたのではないかと考えられる、我々が命名した2チャンネル事件という事件についてですけど、検察官はですね、この事件についてはですね、本件のその犯人が行った犯行ではないと考えていると。で、よってですね、よってその件について片山さんにアリバイが成立するしないとかということはもう全く問題ではないんだというふうに明言しました。で、しかしですね、まあ、これは片山さんも私たちに聞いてたことですけれども、この2チャンネルの書き込みというのはですね、AKB48 だったと思いますけどに対するですね、脅迫文言が書き込まれた事件でして、これは間違いなく警察の方で捜査していると考えられます。で、しかもこのその2チャンネルの書き込みに関連してですね、犯人が犯行告白メールの中で言及しているものなんですね。ですから当然その関連でも捜査したに違いないのにですね、で、その結果誰かが別の人が捕まってるっていうんだったら別ですよ、捕まっていなくて、それで、実際にその AKB48 に関連したその書き込みというのは、本件の犯人が用いたその脅迫文言と極めて類似しているわけなんです。非常に執拗に行っている。で、しかもこの件はですね、前回9月9日の書面で書きましたように、実際にその犯人がその、まあ、インターネットカフェのような場所からですね、書き込みをしたと。それは要するに2チャンネルの書き込みが等を使って書き込みができないからですね、そういう意味で言うと。今特定できちゃうわけです、そういう意味で。どこのコンピューターからっていうのは2チャンネルサイドからすると。だから捜査官としても、犯人がいわば姿を現して犯行を行ったっていう事件なんですけれども、その点についてですね、犯人が捕まっていないにもかかわらず、今のような言い方をした。で、それは裏を返せばですね、2チャンネルの事件については、その時間には間違いなく片山さんは派遣先にいるわけです。派遣先で仕事してるわけ。つまりアリバイが成立するからですね、論理的にそれが犯人が行った犯行であってはまずいと
いうことから言ってるだけに過ぎないわけで、まあ、いずれにしても検察官の視野は明らかになったんですけど、2チャンネル事件の重要性が改めて浮上したということです。それから雲取山のですね、 USB メモリーを埋めた人物について、極めて重大な発言を検察官が行いました。というのはですね、すでに片山さんが雲取山に登ったのはですね、昨年の12月1日であるということは、まあ、我々はかねてから認めてきたことですけども、でその証拠証拠も検察官によってなされているんですが、検察官は雲取山の山頂に USB メモリーを埋めたのは片山さんだというふうに明言しながらですね、その時期について書面で12月1日頃だというふうに主張したということはすでにご説明した通りです。ということは12月1日に埋めたという証拠はないからですよ。で実際に検察官が開示した証拠の中でもそういうものは全くありません。それでですね、実は前回その平光検事がですね、片山さんがですね、USB メモリーを埋めた人物でないとしても、私たちはですね、片山さんが USB メモリーを雲取山山頂に埋めたっていうことが証明できなかった場合はもうそれだけで犯人じゃなくなるんじゃないかと言ったんです。そしたらですね、共犯者かですね、情を知らない第三者をして埋めさせた可能性が残るんだと今日明言しました。それでですね、そのことはですね、実は前回裁判長からですね、本件について、私たちが問題にしたことですけれども、裁判所からもですね、本件はその単独犯なのか複数犯なのかについて、検察官の方できちんとした何か立証を考えているのかというふうに質問されたところ、検察官は何もその点についての立証の予定はないと。で、主張は明確に単独犯の主張がなされているんです。だけどもですね、その今のようなことを今日、平光検事が口にしたんですよ。これで検察官曰く、誰も共犯者とは言ってませんと、情報を知らない第三者をして埋めさせた可能性があるとこう言った。だけど皆さん、これは片山さんもですね、すぐ私にえっていうふうに言って、私はいや本人はこう言ってますって言ったんですけど、常識的に考えてですよ、共犯者だったらですね、名乗り出ないってことは分かると思いますよ。だけど情報を知らない第三者に片山さんが雲取山の山頂に USB を埋めてくれってことを言ったとしたら、これだけ世間に知られてることだから、それは自分だよっていうふうなのは当然名乗り出なきゃいけないじゃないですか。それでですね、検察官は仮にその雲取山の USB メモリーを埋めた人物が片山さんだということの立証ができなかったとしてもですね、そのことだけでですね、有罪の立証ができないとは考えないと。というのはそれ以外の事実があるとすればですね、今の点はだからなんか埋められるみたいな感じですよね。何らかの可能性があるということだと思います。そういうことで補うことができると検察官考えているということを言いました。で、裁判長の方からですね、まあ、そうは言うけれどもですね、その点がもし立証できなかったとすればですね、それは大きく有罪の立証が違ってくるというふうな認識もですね、裁判長の方から示されました。で、私たちはですね、かねてからですね、この雲取山の USB の問題は検察官立証のアキレス腱の一つだというふうに主張してきてましたけれども、まさにそのことが今日裏付けられたということです。それからですね、次に検察官は今日もその盛んにですね、本件は間接事実の積み重ねによる実証だということを繰り返したわけですけれども、前回私の方ではですね、まあ、そうは言うけれどもですね、本件ではかねてから問題になってたように、江ノ島の猫に首輪をつけた片山さんの姿が防犯カメラに明確に映ってた、あるいは片山さんが当時使っていた撮影機材、このことは実は検察官明らかにしていないんですけれども、すでに私たちはですね、それは富士通製のスマホであるということを明示してるわけですが、検察官の主張によると何人でやって撮影したかということは実は明らかにされてないんですよ。だけどもですね、その撮影機材が何か知らないけれども、検察官が証拠の中からですね、片山さんが当時使っていたその撮影機材から犯人が延長線メールにですね添付してきたその江ノ島の猫の写真3枚が復元できたということがあるのかと、でそういう主張はないだろうというふうに言いました。そうしたところですね、検察官としてはその点については何も主張していないと明言しました。つまり証拠がないということです。
で私たちはですね、仮にですね、片山さんが当時使っていたそのスマホから肝心の猫の写真が復元できたとすれば、もうそれは有無言わさぬ決定的証拠であると従来ずっと言ってたんですよ。でしかもこの間から私は言ってるんですけど、皆さんの中にはですね、そういうものの復元できたというふうな警視庁の発表リークに基づいて記事にしたこともあるわけですよ。だけどもそういうものが全くないということが明らかになりました。でこの実はですね、江ノ島の猫の問題について検察 にとってはまあいわばこの最も肝心 の立証の要だったと私は思いますけれども、今のようにですね、この点についてもですね、ほとんど何も証拠はないということで、唯一残されているのは、わずか二十何分間の時間の間にですね、片山その、まあ、犯人が猫にの首輪 をつけて、その時に片山さんが何か写真を撮影したということがですね、画角の関係で、彼しかいないという、まあ、立証にとどまっているということです。それは次にですね、あのドコモショップ事件について、質問しました。で、この点についてはですね、前回も私たちがお話したように、ドコモショップ事件についてはですね、これは6月28日に起訴されましたけれども、直後の新聞報道、いくつかの新聞報道に明記されていますけれども、このドコモショップ事件というのは、犯人がですね、犯行告白で、言及していない事件。でしかし片山さんにが、昨年の1月ですけれども、ドコモショップとトラブルになって、つまり犯行動機がある事件というふうに言われて、いわば鬼を首を取ったような形で起訴したと。それで私自身もですね、ここで、何人かの記者の方から質問されて、やや答えに窮したんですけど、実はその片山さんからですね、このドコモショップのトラブルということは聞いておりまして、なぜその片山さんが、まあ、ごめんなさい、犯人が、その自分がトラブルになったところにですね、脅迫メールを送ってたのか、理由がわからないと、こう言ってた。ところがですね、9月9日付の書面で書きましたけど、ごくごく最近になって、片山さんがその2チャンネルに、自分自身でその日の午後11時過ぎにですね、そのトラブルの概要を書き込んでいたという事実が分かったわけです。それで私たちはですね、9月9日の書面で、警察、検察はそのことを知りながらですね、全く違うストーリー立てをして、公表したのではないかということ、それからもう一つは、このドコモショップの2チャンネルの書き込みというのは、片山さん自身がですね、少し長くなるんだけれども、愚痴を聞いてくれというふうに言ってですね、極めてその長文のものを書いた、2チャンネルの書き込みとしてはちょっと長文だと思いますけど、しかし、それにしてもですね、1400字ちょうどなんですけどの字数の書き込みで、1万字を超えるですねラストメッセージとはもう全く比較にならないようなものなんです。それで片山さんをですね、まあ、今日も接見で言ってましたけど、あのラストメッセージはとてもじゃないけど自分で書けなくて、ただ自分としてはああいうものを書けるような人になりたいって今も目指してますと言っておりましたけども、彼にとっての精一杯の書き込みがこのドコモショップの2チャンネルの書き込みだったんです。で、そういう意味でもですね、極めて重要な証拠なのに、このことを検察官は証拠と釈したんじゃないかということをまあ主張した。で、実はその前回のですね、9月19日の時にもですね、そのことについて発言したところですね、検察官の中でややその対応が違っておったですね、一体どうなんだということを今日確認したところですね、その私が、なんか半ば知ってたようなことを言われた検察官は今日出席しておられなかったんですけど、平光検事はですね、検察官としてもですね、はこのドコモショップの2チャンネルの書き込みは知らなかったと言われました。それで私の方で今日ですね、この2チャンネルの書き込みはその9月9日付の書面で、こういうものだったということを明らかにしたんだけども、これが片山さんの書き込みであることを認めるのかというふうに聞いたところですね、その点についても現段階では何も言えないというふうに言いました。それで私の方ではですね、検察官がこのドコモショップの書き込みというのを知らなかったというのはよく分かったと。だけどもですね、問題はですよ、警視庁のですね、サイバー犯罪対策課というですね、この道のなんていうかな、プロがですよ、
エキスパートがですね捜査に当たった事件で、2チャンネルのねこのドコモショップのそのしかもその日の当日の書き込みですよのことを知らないなんてことはおよそ考えられないでしょうと。それでもしですね検察官は知らないのは分かったけれども、警視庁がそのことを知っていながら検察にその証拠を送ってなかったりしたらとんでもない話だというふうに言いました。それでこの点についてはですね、今月末までに明らかにされる検察官の主張ではっきりさせてくれと言いました。ところが平光刑事の方ですね、この点についてすでにその知ってたかどうかとか、それからそれが片山さんの書き込みであることを検察官認めるかどうかについて必ずしも言うかどうか分かりませんみたいなことを言われたんですけど、それはないでしょうと。いずれにしてもでなぜかというとですね、このラストメッセージというものは犯人が犯人とか片山さんが書いたものであるということがですね、そのそこに使われたいろいろな言葉を片山さんのコンピューターで検索履歴があるということで、いわば証明取扱書の冒頭に書かれてるんですよ。それは皆さんにお渡ししてないからごめんさんご存じないかもしれないけど、だからつまりラストメッセージを書いたのは片山さんかどうかというのがね、検察官立証の一つの軸なんですから、それとの対比でもこのドコモショップに関する2チャンネルの書き込みというのは揺るがせにできないことはもう間違いない。だけども今のようなことで検察は逃げていますということですね。それでですね、総じてですね、検察官は今日自信満々で何か答えるということはもう全くなかったと、終始弁解に終始したと言ってもいいです。それで今日ですね、初めて、我々は感じ取ることができましたけれども、今までその裁判所はですね、なかなかその主導的に発言されることは少なかったんですけれども、前回のまあ打ち合わせっていうか、膝を突き合わせた打ち合わせがあって、今日公判前整理手続きに臨んで、雰囲気をつかんでらっしゃったからだと私は思うんですけれども、その検察官の立証のですね、ある部分がまあできなかった場合はですね、その正確な言葉はちょっと私、覚えてませんけども、検察官のその重罪立証が揺るがすことになるということの発言を裁判所の方でもされました。ですから片山さんもそれを聞いていてですね、少しそういう意味では展望が見えたっていうふうに受け止めたと思います。それで今後の進行のことについてですけれども、検察官は平光検事はですね、弁護側の証拠意見を受けてですね、検察官の側で証人の数を検討をしなきゃいけないんだけれども、まあ、これは概数ですけれども、この約50人ぐらいなのかもしれないと、まあ、口とに言われたんです。で、これはですね、まだ確定的な数字でも何でもないんですよ。ただ、そのことを口にされたことは事実でして、でそのことを片山さんに伝えたところですね、まあ、彼もちょっと驚いていまして、一体どうなるかということです。それで私たちとしてはですね、たくさんの事件が起訴されていて、まあ、争点という、犯人性についての、まあ、争点というのも間接事実一つ一つ取ってみるといくつかあるわけですよね。でそれについての立証をやっていくということになると相当時間もかかるわけだけどもですね、ある意味でその検察官としてはこの点をとにかく優先的に調べてほしいという争点を言う。で弁護側は片やその検察官が主張する、まあ、一番弱いと考えられる間接事実ですねいうことを提案する。でそれを裁判所の方で、聞いてですね、どういう争点について審理をするのかを決めてもらえないかと、争点ごとの審理ですねいうような申し出をしました。でそれに対しての検察官の意見はですね、まあ、弁護側のその主張は分からないわけじゃないんだけれどもですね、検察官の立証というのが、まあ、さみだれ的にというか、あブームブームみたいな形の立証というのはちょっとなかなか難しくてですね、そういうふうなことになるかどうかというのは分からないと。でそれはしかし弁護側が検察官の請求している証拠について、まあ、かなりの部分同意してくれてですね、証人の数が減ればですね別だけどっていうことを言われました。で、まあ、私の方ではですね、それを受けてですね、この事件はその裁判員裁判ではないんだけれども、裁判員裁判がその分かりやすい審理ということになってて、これはまあ皆さんはもちろん傍聴できるわけですけど、傍聴している人がいても何のことをやってるか全く分からないようなね審理というのではちょっとやっぱりまずいので、争点をできるだけ絞り込んで、審理をすると
いうことについては少なくとも裁判所の方はそういう方向でのことをお考えだと思います。で、合わせてですね、期日指定のことについて、これは前回裁判長の方から言われたことなんですけれども、集中的に期日を入れることは弁護側が受け入れ対象があるかと言われました。で、まあ、それは要するに片山さんよりも私たちにとってすごくしんどいことなんですけれども、A の争点、まあ、例えば雲取山の事件につい件についての審理はですね、集中的に期日を指定して全部やってしまうと、その次については、まあ、ちょっとだけ感覚があるかもしれないけど、集中的にやるというようなことはむしろ望むところなので、そうしてほしいということを言いまして、裁判所の方としてもそういうふうにするというふうに言われました。それからですね、裁判長の方から前回ですね、非常に興味深いご話がありまして、まあ、従来の刑事裁判というのは検察側の立証と弁護側の立証がまあ終えられて、一番最後の時にね、被告人質問というのがまあなされて、被告人の言い分というのをまあその時初めて聞くことになると、それである意味では その時にならないとわからないというもどかしさがあるんだというような類の発言があったんです。それで私は実は諸外国、特に職権主義といわれるドイツやフランスはそういうふうにやってるんですけれども、被告人質問みたいなのを先行させてですね、まあ争点を明らかにした上で、審理するというのが一般的なんです、そういう意味では。私たちは英米法の罪状認否というので、ただ、控訴事実を認めるか認めないかということをやって、やってませんって言ったら、もうそれだけで検察側の立証に入るというのが一般化してるんですけども、私の方でですね、実は皆さんも覚えてらっしゃるように、この事件についてはですよ、捜査段階から、可視化されれば取り調べに応じますと、黙秘権も行使しませんということまで言ってきた。それから4回彼は逮捕されましたけど、それぞれについて勾留留開示請求をしてですね、その勾留留開示公判では弁護側から質問を取り合わせするけれども、検察官の質問あるいは裁判官から質問されれば答えますということで臨んだんですけど、検察官もそういう質問をしない、裁判官も質問しないということだったの。ただ我々は問題とされていることについてはできるだけ責任を明らかにすることをしてきたわけです。で、そのいわば単なる延長なんですけれども、裁判長のその発言も受けてですね、異例かもしれないけれどもですね、この事件については弁護側としては、証拠調べの冒頭にですね、被告人質問という争点を明らかにするために被告人質問する用意があると、それでそれは弁護側の方で趣旨質問といわれる指示問に当たるものですねを行って、で同時に今までと違うのは検察官の方でですね、この点はちゃんと確認してほしいとか置きたいとかというような問題についても全部答えるということを考えてますということを、まあ、本人の了解を得て今日表明しました。それで今の点について裁判長の方でさらに復元されたのはですね、今まで従来罪状認否というのは単純にこの点では認める認めないということだったんだけれども、ややその詳細なですね、罪状認否みたいなものをしてもらって、でその上で、今のようなこともまあ考えるというかいうことをまあおっしゃって、私たちの方じゃ検察官の準備しておいてもらわなきゃいけないので、つまり今までの刑事裁判とはやや様相をことにしてですね、冒頭にとにかく本人のその質問というのをやる。でそれはですね、今日もあえて口にしましたけども、この件については証拠罪証隠滅の恐れがあるということで、まあ、いまだ保釈が許されないわけですけれども、公判が開始されたらですね、有利不利問わず全部洗いざらい自分の方の言うべきことは明らかにして、もう罪証隠滅の余地なんていうものもなくしちゃってですね、後半に臨もうというふうにまあ考えた制度もあるんですけど、そういう主張を行いました。それでですね、さらにですね、ごめんなさい、でですね、前回その単独犯か複数犯かについて、裁判所の方もですね、関心を持ってらして、検察官に聞かれたんだけど、検察官としては格段の立証しないというふうに言われたんですけど、もう一つですね、裁判所の長の方から、本件について片山さんのコンピューターがその遠隔操作されていないということについてきちんと押さえた上でですね、操作しているのかということを弁護側として質問していたんですね。なぜかというと、昨年その誤認逮捕の事件は遠隔操作されていた、それでウイルスが残っていたということが実は犯人じゃないことの証拠になっていたわけですよ。ところが今回の事件は全く逆になっているので、おかしいじゃないかというふうに我々は言ってて、そのことが証拠になりうるのはね、その片山さんのコンピューターが遠隔操作されてないということが立証されてからじゃないかと。で、言葉としてはですね、量はですね、質に転嫁しないと私は言ったわけです。で、ところがですね、検察官はその点について前回どう言ったかというと、
弁護側からですね、具体的にその遠隔操作されていたということを具体的に主張しろというふうに、検察官は述べたんです。つまり検察官の側からは遠隔操作されていないことの証拠はないと、ある意味ではいうことなんです。でもしそういう主張がなされれば検察官を考えますということを言った。それでこのことをですね、片山さんに接見で伝えて、たところですね、今日ですね、片山さんは書面で、その点について思い当たることとして書いておりまして、まあ、このことはすでに私たちが聞いてたことなんですけれども、口頭でですね、その書面を読み上げる形で裁判官の前で説明しました。でそれはどういうことかというと、私は片山さんの言葉から初めて知ったんですけれども、ポータブルアプリケーションといわれるですね、ソフトがあるそうです。でそれはそのUSB メモリーにですね、そのものをインストールしておけばですね、要するにコンピューターにその USB メモリーを差し込むだけでですね、アプリケーションを使うことができるというかなり便利なものなんだそうです。それでこの USB、 ごめんなさい、ポータブルアプリケーションを自分は重宝して使ってたと。で職場のですね、コンピューターについてはこの USB メモリーを差し込むこと自体が禁止されてたので、それは使えなかったんだけれどもですね、まあ、オンラインストレージと言われるものがありますけれども、それにですね、それをアップロードしておいて、インターネットでそれにアクセスしてですね、それを使ってたと、その職場のコンピューターで。でこの USB メモリーがですね、ICS エグゼその他に感染してたとすると、それを差し込むことによってですね、その今の職場のコンピューターや、まあ、自宅のコンピューターなどが感染した可能性があると。でつまりどういうことかというと、昨年の誤認逮捕事件はですね、簡単に言うと1台のパソコンだけがに痕跡が残ったわけですね。で今回検察官が、まあ、言うのは、派遣先のコンピューターだけじゃなくて、自宅のコンピューター、あるいは彼の携帯電話の中にもですね、その犯人ではないかと疑われるようなものが残ってたということなんです。で片山さんもですね、それはちょっと説明しなきゃいけないだろうというふうに考えて、今日その、 USB メモリにインストールしたポータブルアプリケーションというのを自分は使ってたということを、まあ、初めて明らかにしました。で検察官もそのことについては、まあ、関心を寄せて聞いておられて、これを裁判所としてはですね、被告人が明らかにした予定主張というふうに、まあ、取り扱いますということで、その彼が書いた書面を受理されました。それでこの書面はですね、まあ、3枚半ぐらい、約 4枚の、4枚って言ってもですね、手書きで、しかも、大きさがですね、この用紙の半分、そうです、ちょうどこの用紙の半分のこのぐらいの大きさに書いたものなので、まあ、大した分量ではないんですけど、彼にですね、その自分自身でしたためるようにと弁護側としては指示しましたと。というのはそのラストメッセージがですね、片山さんが書いたものというふうにこの事件では主張されているわけなんですけど、彼が実際の出力がどの程度のものかということを、まあ、見てもらう必要もあるからということでですね、裁判所にそういうものを提出しました。で裁判長の方からですね、最終的に今後の予定の確認がなされまして、10月21日までにですね、弁護側として全部についての証拠について、まあ、意見を言ってないので、まあ、留保があっても構わないという前提なんですけど、できるだけ弁護側の証拠意見というのを明らかにしてくれというふうに言われ、それを約束しました。それから横浜のですね、事件が、これは ICS エグゼを使わない別の事件なんですけれども、それについての認否というのがなされてない、しておりませんので、私たちとしては、その点についても10月21日までに認否せよということになりました。それで、次回の公判前整理手続が10月25日なんですけれども、それを受けて、次回の公判前整理手続を行おうということになり、さらにですね、前回の打ち合わせで決まったんですけれども、11月の29日の午前10時から、さらに12月の20日の午前10時から、それぞれ公判前整理手続が指定されておりまして、裁判長からはですね、11月29日にですね、検察官の代替の立証計画というのも示してもらって、
12月20日にはですね、公判期日の指定というものが可能になるように、まあ、したいということの表明がなされまして、まあ、これは理想的に進んだ場合ですけれども、一応、今年度中に公判前整理手続きは終えてですね、来年からは立証に入るかもしれないということになりました。それで、以上で大体手続きが終わったんですけど、最後ですね、滝沢検事の方から、ちょっと一言というふうに言われてですね、発言がありました。それはですね、9月9日付 の、 弁護側の書面について、これがマスコミに流されただけではなくてですね、図3と言われる、まあ、資料3ですけど、雲取山の USB メモリがどのようにして隠されたのかという図だけはですね、まあ、証拠そのものをコピーしたので、それは削除してですね、皆さんに配布したんですけど、そういうことが、まあ、聞き知ってるんだけども、しかし、そのラストメッセージというものがですね、今度はそのまままあ、テキストファイル化されてですね、添付されたけど、これは証拠そのものを明らかにしたと同じことだと。で、これについては注意してほしいという申し出が改めてなされました。目的外使用ですよね。だけど前回のように懲戒を匂わすようなことだとか、犯人は誰だとかということは言われなかったので、そういう発言があって申し出だけは聞いておきますというふうに申し上げました。そしたらですね、この平光検事はですね、何をお考えになったのか、そのドコモショップについてのそのチャンネルの書き込みもですね、弁護側はそのまま全部明らかにしてるけど、これは弁護側がやがて証拠請求する、まあ、証拠ですよねとこういうわけ。そうそうですよ。これは開示証拠じゃありませんからね、目撃使用とかなんとか言われる筋の問題なんです。だけど、公判で使用する証拠をですね、勝手にこの段階でマスコミに流すのがですね、好ましくないというふうにおっしゃいました。それでですね、私はですね、ちょっとそれは違うんじゃないかと。というのは、6月28日にですね、起訴と同時に誰が喋ったかは知りませんけど、まあ、稲川次席検事が記者会見に臨まれたのは知ってるわけですけども、ドコモショップ事件というのはですよ、その片山さんが犯人なんだけど、犯行を告白メールに言及しなかった事件で、警察が独自に調べてですよ、分かった事件だっていうことでですよ、鬼の首を取ったみたいに話、記事にも出てて、なってるじゃないですかと。それでですね、それを我々は最近になってたんだけども、2チャンネルに実際に片山さんの書き込みをしてたと。これは多分皆さん誰だって閲覧できるわけですよ。実際に閲覧した人が私たちに情報提供してくれたんですから。で、それをね、この段階で明らかにするっていうことについて文句言ってるのはどういうことなんですかと。ね。で、最近リバランスって言葉も言われてるんだけど、こちらの方が圧倒的にそのめちゃくちゃな宣伝をされたことをね、回復してるだけの話じゃないですかと。いうことを、まあ、申し上げたんです。で、しかもですよ、これは、先ほどから言ったように、ラストメッセージというものを検察は有罪立証の柱にしてて、それとの対比でも読まなきゃいけない、極めて重要なもので、でこれはですね、2つの文章を並べてみただけで、素人でもですよ、これはとてもじゃないけど、同じ人だとは思えないな、というものなので、この問題をね、マスコミの皆さんに流したことについて、どうこう言ってるというのはちょっと問題じゃありませんかというふうにまあ言って、裁判長もまあ両方聞いてらっしゃいましたけど、どういうふうに言われても、裁判長としてはね、公判前整理手続きで証拠の内容に触れるのはちょっと好ましくないんですけどとこうおっしゃったので、それは確かによくわかるんですけど、私たちも情報戦なのでそうは言ってられないわけで、今のようなやり取りがまあありまして、終わりました。以上です。すみません、テレビ東京の三森と申しますが、先ほどの片山さんが言ったポータブルアプリケーションというのは具体的にはどんなソフトだったんですか？ね、すみません、私聞いて、その時はちょっと知ってるんですけど、今僕私の頭の中入ってません。今日はポータブルアプリケーションとしか言わなくて、まあ、一般的な用語ですよね。ソフト名は言わなかったんですけど、ソフト名というか、まあ、具体的な名前じゃなくても、なんかこの何どんな感じのソフトなのかっていう、そういうことですか、それはちょっと皆さんインターネットで調べてもらいたいんだけど、すごく便利なもので、結局ほら、いやそうではなくて、なんかどういうソフトなん、ソフトのなんか種類というか、要するにアプリケーションをインストールしないとコンピューターで使えませんよね、一般的には。だけどその USB にそれをやっとくと、わざわざパソコンにそのアプリケーションをインストールしなくてもアプリケーションが起動できるという、まあ、便利なソフトらしいんです。
そういうことですね。だからなんていうかな、アプリケーションプラスなんかそのソフトみたいなもんじゃないかと思うんですね、アプリケーションプラスそのポータブルアプリケーションを入れていただくという、そうそうそう、そういう意味で、そういう意味です、ね、ポータブルアプリケーションというのは、そうです。それは何するものなんですか。いやだから、例えばね、ネットカフェで、借りてるパソコンですよね、それを USB だけ挿すと、ある、アプリケーションを使うことができる。何のアプリケーションなの。それはちょっと知らない。その USB メモリーそのものはどうされたんですか。あ、彼が、いや、それ報酬されてますよ。間違いない。報酬したものが感染してるかどうか調べれば分かるんですか。あ、江川さんが言う通りですよね、そういう意味で言うと。そうです、そうです。あ、ちょっと思いつかなかった。まさにその通りです。だから、検察官は初耳だったかもしれないんだけども、警察にとってはね、で、ごめんなさい、今、江川さんの質問で、本当に大事なことに気づきましたけど、検察官の予定書の中からですね、片山さんのが持ってた USB メモリーは、多分10個を超えると思うんです、私が聞いたのでは。だけど、その解析結果については全くの支障はありません。だけどそれはね、本当に複数 の、 彼が用いたコンピューター類にが全部感染してたことを解く一つの秘密なので、それはまさに求めなきゃいけない。じゃあ開示請求これから。そうです、そういうことです。それからもう一つ、一番最初の方で、犯人性被害のことについての、つまり書き込みその犯人がやったものかとか、それについても争うというふうにおっしゃったんですけど、ちょっと ね、それはね、今日片山さんがやっぱり口頭で述べましたけども、検索したと言われているものについて全部彼が身に覚えがないとは言ってないんですけど、ただ全く自分に身に覚えのない検索履歴もあるということははっきり言いました。そうです。で、例えばですね、検察官の主張ではね、雲取山の写真についての検察官の主張ですよ、あれ、その犯人が送ったこの辺っていう写真ですよね。で、前回9月9日付で、実はこの辺写真だけではなくて、その USB をね、横丁に置いた写真も同時に送られてきたんだけど、この問題が内部保障されてるってことを言いましたけど、この辺写真については検察官自身がヤマレコにアップされた写真を犯人が加工して、やったものだということをわざわざ書いてありまして、でかつですよ、そのヤマレコにアクセスした履歴があるということを検察官主張してるわけですよ。だけど、この私は初めてそのヤマレコっていうのを知りましたけど、登山をする人にはね、すごく一般的なサイトでですね、片山さんもヤマレコにはアクセスしたことを認めてるんです、そういう意味で言うと。だからそういう意味で、なんてことないことも言われてるっていう部分はあるんだけども、大半は彼がほとんどアクセスした利益がないと。で、そのことの関連でね、犯人のですね、犯行告白メールだったと思うんですけど、横浜の事件でですね、やっぱ犯人性を高める一つの工夫として、その襲撃を予告されたその場所施設などの履歴をですね、そこを検索した履歴をその人 の、 コンピューターに残しておいたということをわざわざ犯人が言ってるんですよ。よく読まれれば犯行告白メールはもうオープンになってるわけだから、つまり犯人自身がね、その誰か の、 パソコンを全部覗いたということは、伊勢神宮の事件でも書いてますよ。実はこの人は こういう会社に勤めてて、こういう人らしいと実名で書いてましたからね、犯人は。だけども横浜の事件ではその人の犯人性を高めるために、遠隔操作のウイルスを残す、横浜事件は遠隔操作事件じゃないんだけど、今の、小学校だったかなとのウェブページを、その人がね、履歴したように工作しておいて犯人性を高めたっていう、で、おそらく捜査機関はそれに引っかかったわけですよ。で、全く同じことが片山さんのコンピューターでも起きてるんだっていうのが我々の主張ですね。最初におっしゃったそのなんか被害事実についてその裁判所は争うのかということについては争うのか、そうそう、
被害事実と言われるものね、やっぱ犯行対応ですね、被害事実じゃないですね、そういう意味では犯行、検察官の立証はこういう構造になってます。まずこういう被害がありましたというのがあって、でその次にね、主語は片山さんではなくてですね、犯人はカクカクシカジカのことを行ったっていう次があって、で最後にこの犯人は片山さんであるという、だから、被害事実と、それから犯行対応と、それから犯人性という、こういう3段階になってるんですけど、この犯行対応なるものがですね、先ほど冒頭に説明したように、片山さんのコンピューターを使ってのものかどうかということについて、まあ、若干争いがあると、つまり、したらば掲示板への書き込みというのはどういうふうにされたのかということについて、私たちとしては究明する必要があると考えてるんですけど、ただ、今日の論議でね、検察官としても、要するに片山さんのコンピューターからそういうことをされたということは主張しないということを言っちゃってるので、まあ、もしかしたらもうそれもいいのかもしれません。で被害のがあったことについては争ってないわけです。そうです、基本的に、もうそれはもう全然争わない。で、その犯行対応については、じゃあ、これからもう一度検討されるということ。で、実際に若干私たちも専門家のアドバイスを得ておりまして、もうその点を争点にする必要がないのならね、もうそれはしないで、純粋に犯人性の問題だけを争うというふうに思います。じゃあ、これはまた結論が出てないというふうに理解して。そうです。あ、それでね、実は片山さんにも今日説明したんですけど、従来の刑事裁判をね、スポーツに例えると、野球みたいなもんだということを私、言ったことあるんです。で、それは1回、攻撃の局面と防御の局面というのが、完全にきれいに分かれてますね、野球は表と裏。でしかも、1回から9回もあるんだけど、刑事裁判は今までに例えるとね、1回から9回までね、検察官の攻撃だけ先にやってくださいと、で、裏だけをね、次にやりますというのが従来の刑事裁判ですよ。で、スポーツとしては全然面白くないじゃないですか。そういう意味だね。それで裁判員裁判というのが導入されて、まあ、争点ごとになったり、あるいは一人の証人が検察側に有利な証言をしたとしても、突然弁護側に有利な証言をすると。で、私はスポーツに対すると、これからの刑事裁判、サッカーみたいにね、もう目が離せないようになるだろうというふうに私の話したことがある。だけどもね、今回そのサッカーのようになるというよりも、むしろですね、野球のオーソドックなやり方、つまり争点が第1回戦、第2回戦、第3回戦、こうあるね、ある、その中 の表と裏というものについて、一つ一つ争点ごとにやっていくと。で、先ほどちょっと言いましたように、イメージとしては、弁護側が重点とする回っていうか、この問題についてやる、で、検察官もやる、で、お互いがやっぱそこで勝負をかけるみたいなものですよ。で、私、今日片山さんに説明したのは、一応野球でいうと9回までゲームがあるけど、もう我々はコールドゲームを狙うと。だから1回目から5回目でもう完全に圧勝したらですね、後のゲームやる必要がないということを狙う。だから最短距離ですね、登山でいうといくつかのルートがあるわけだけど、最短距離でこの裁判を勝ち切るためにはどうしたらいいかということを考えているということです。でもう全く自信があります、そういう意味で言うと。絶対に勝ちます、これは。時間が押した。ああ、わかりました。初公判の見通しなんですけど、先ほどの話ですと、来年の4月以降になりそうですか。いや、4月じゃないでしょ。4月にはちょっと早い、先ですね。年度とおっしゃったから。あ、年度って言ってたから、ね、そうじゃなくて、じゃあ間違いです。12月に終わるとしたらば、まあ、集中的に決めるのでね、あれですけど、早ければ2月とか3月とか、そうですね、つまり例えばね、第1回公判なんていうのは、もう形式的な証拠、同意した証拠を調べるだけだから、第1回公判は早ければ2月に指定されることだってあるんじゃないですか。で、証拠調べはもう争点ごとだけど、3月からとかね、4月からとかって入っていく可能性もあると思います。そう、裁判所からこのくらいでどうですか。全くそれはありません。全くありません。まあ、交流も長期に及びますが、今日片山さんの様子というか状態が今日は。お、先生どうですか。まあ、私は最初からずっと彼の様子見てますけど、意外にね、いい表情になってきましたよ。だんだんといい表情にね、体調もそう悪くないんじゃないですかね、うんうん、それだからまあなんとかいけるかなと思ってます。それとついでに申しますが、裁判所の態度もね、全然変わってきましたね。
最初の頃はね、検事の方ばっかり向いちゃってね、もう本当にこっちのこと相手にしなかったんだけども、うんうん、今日あたりはね、非常にやっぱり弁護人の言い分を聞きましょうという態度がありありになってきましたね。でむしろ検事に対していろいろ振ってますね、うん、だから裁判所もだいぶ事件の本質が分かってきたんじゃないかというふうに私は受け取りました、うんうんうん、元裁判官の谷先生としては裁判所がそうなってるっていうことはかなり異例のことなんです。何ですか？裁判所がそのように、いやだからね、それはね、いやそれはね、やっぱり裁判所の心象がね、如実に出ちゃうんですよ、人間っていうのは。だから最初はね、弁護人何言ってんだというような気分で応対してたと思うんですね。それがどうも弁護人の言ってることこれは簡単にはいかないぞというようなことが分かってきて、で自然にやっぱり弁護人の言うことを真剣に聞こうというような態度になってきたんだと思います、うん、それは人間だからどうしてもそういうことありますよ。あのね、重要なエピソード、前回のね、後半打ち合わせが終わった時にですね、あのみんなそれぞれ立ち上がったんですけど、北谷先生の方からね、検察官に向かってね、この交流も長く続いてるわけで、保釈についてですね、検察官の方で叱るべくという意見をね、書いてもらえれば、あの保釈が叶うんだからそうしてくれっていうことを、まあ、丁寧に申し出られたんですよ。そしたらですね、まあ、裁判官まだいらっしゃる時に、あの検察官の一人がね、ね、弁護側がですね、検察官請求の証拠に全部同意をして、片山さんがですね、自白をすればですね、そうしますよとこう言ったの。だこんなことね、冗談にもね、言うべきことではないし、この時代にね、うん、この時代にまさに人質司法そのものじゃありませんか。6面もなく言ったんです。いや、真顔ですよ。まだ裁判官ちょっといるんだから。だけどこれを聞いた裁判官としてはね、検察官何言ってんだって私は思うんですが、全然自信がないですよ、そう見ると。それにつけても裁判所のだらしなさですよね。だからもう検事がね、あの程度の意見しか言ってないんだから、もう保釈すりゃいいんですよ。今言われるのは、受訴裁判所って今の3人の裁判官じゃないですよ。保釈については今ね、まだ公判が始まってないので、今の裁判所じゃなくて別の裁判官が判断するんで、そのことをおっしゃってるんですけど、14部と準国告審がね、もう検事の意見に引きずられちゃって、もうさ、この前意見書書いたように検察庁の出先機関になり下がってるじゃないかというふうに私は思うんですけど、そういうだらしのない裁判所ではどうにもなりませんね。その検察官というのは誰ですか？え？その検察官、こう小林健二です。じゃ あの個別でお願いします。はいはい。